細川津なは、江戸時代前期から中期にかけての大名。日後国熊本藩三代藩主。熊本藩細川屋四代。吉田塚酒を日後に招き、当時衰退していた、相撲道を講演したことや、阿古事件後に、大石吉浦のお預かりを担当したことで知られる。二代藩主、細川光津直の長男として誕生した。昭法2年11月11日、三代将軍。 徳川家光に初おまみする。慶安2年12月28日に、父、三津直が死去したが、六丸ことつなりは六歳と幼かったため、通常であれば、細川家は解役されかねないところであった。しかし三津直が、幕府に対して、日ご領地返上の遺言をしたためており、徳川家の覚えがめでたかったことと、細川家臣の懸命の奔走もあって、 つなりへ相続させるべきか否か幕府内で議論された。結局、慶安3年4月18日につなりへの相続が認められたが、領地の支配は、幕府目付と親戚の小笠原忠実の監督を受けた。女王2年12月11日に四大将軍、徳川家綱から返記を受け、父の救命の一時と組み合わせて、つなと改名した。また十四人下辞住。 コシナカに助任した。関文2年3月には弟とししげに五千国を分与し、さらに関文6年7月には、新太三万五千国を内分支給する形で、江戸鉄砲巣に、上府の熊本神殿藩を立藩させた。関文3年6月、正室、犬姫と結婚した。元禄9年11月5日、左子の絵検証書の官位を加えられた。また、 元禄十年六月、熊本神殿藩主、利政の弟利武に御千国を分与した。法営三年四月、着難の吉利が死去したため、利武を養子に迎える願いを出し、法営五年一月に認められた。聖徳二年七月十一日に隠居した。聖徳四年十一月十三日に死去した。去年七十二、熊本の五国山妙開寺に葬られた。 元六十五年十二月十五日早朝、吉良義仲を討ち取って、吉良邸を出た、阿光四十六氏は、大目付、戦国久直に自首しに向かった、吉田兼助、富野森正頼の二名と分かれて、田は、四君、浅野長典の眠る高縄が九時へ向かった。戦国は、吉田と富野森の話を聞いて、すぐに途上し、幕閣に報告、幕府で対応が協議された。 一方、細川津成はこの日、礼日のために、江戸城に登場していた。この際に、老中、稲葉忠通りより、大石義をはじめ、赤老子17人のお預かりを命じられた。早速津成は、家臣の藤崎作右衛門を伝令として、細川や神屋敷へ戻らせた。この伝令を受けた細川家家老、三宅東兵衛は、はじめ戦学時で受け取りと思い込み、 戦学時に近い発金の中屋敷に家臣たちを移し、受け取りの準備を始めた。しかし、その後、46氏は大目付、戦国久直の屋敷にいるという報告が入ったので、急遽戦国邸に向かった。三宅引きる受け取りの軍勢の総数は847人。彼らは午後10時過ぎ頃に戦国邸に到着し、17人の老子を一人ずつ、 身体検査してからカゴに乗せて、午前2時過ぎ頃に、細川家の白金下屋敷に到着した。老子たちの中に怪我人がおり、傷に触らないようゆっくり輸送したため時間がかかったと、堀内伝言を覚え書きにある。この間、津波は義士たちを一目見たいと、到着を待ちわびて寝ずに待っていた。17市の到着後、すぐに津波自らが出てきて、大石をしと対面した。 さらに津成は、すぐに、義士たちに二十五歳の料理、菓子、茶などを出すように命じる。預かり人の部屋とは思えぬ庭に面した部屋を義士たちに与え、風呂は一人一人を入れ替え、後日には、老中の許可を得て酒や、タバコも振る舞った。さらに毎日の料理もすべてがごちそうであり、大石らから贅沢すぎるので、普通の食事にしてほしいと嘆願されたほどであった。 つなりは義士たちに、すっかり感銘しており、幕府に除名を嘆願し、またもしも除名があれば預かっている者全員をそのまま、細川家で召し抱えたい胸の希望まで出している。また12月18日と12月24日の二度に、渡って、自らあたご山に赴いて、義士たちの除名祈願までしており、この祈願が叶うようにとつなりはお預かりの間は、精進料理しか取らなかったという。 すさまじぎっしへの熱狂ぶりであった。しかし年改まって、元禄十六年二月、阿古老子たちを切腹させるようにという幕府の命令書が届く。この切腹にあたっても、つなりは、軽き者の解釈では義ったちに対して無礼であるとして、大石義雄は、重心の安場一平に解釈をさせ、それ以外の者たちも故障組から解釈人を選んだ。 義士たちは切腹後、千学寺に埋葬された。細川津利は、金三十両の葬儀料と、金五十両の伏せを、千学寺に送っている。幕府より、義士たちの地で染まった庭を清めるための使者が訪れた際も、彼らは、細川家の守り神であるとして断り、家臣たちにも庭を修正そのままで残すように命じて、客人が見えた際には、 屋敷の名称として紹介したとも言われている。このような細川家の義士たちに対する工具は、江戸の庶民から賞賛を受けたようで、細川の水の流れは清けれど、ただ大会の大きいぞにごれると、教科からも伺われる。これは、細川家と水野家が義士を工具したことを賞賛し、もう年家と松平家が待遇が良くなかったことを、批判したものである。 もっとももう都市家や松平家も、江戸の庶民の評価に並行したのか、細川家に倣って、義士たちの待遇を改めたとも伝えられる。しかし、延京4年、江戸城中で、細川宗隆が、板倉勝金に残殺された。殿中での人情にはただでさえ、喧嘩料成敗の原則が適用される上、四次まで書いては、細川家は、改役必死だった。さらに、 板倉の同期は乱心でなく、遺婚、勝金は切腹したが家臣は残っていた。細川家の窮地を救ったのが、浅野家と絶縁関係だった仙台藩主、伊達隆村である。細川家は、匠頭と赤穂浪士への評価を一変させ、赤穂浪士の威発をいただいて混流した墓や、供養施設がことごとく破却されており、当時の遺構はほとんど残っていない。一方、 戦学時も細川家が寄進した盆章を首脳から除去し、後に寺から放出した。明治に入ってからも細川屋敷跡はそのまま放置された状態だったが、第二次大戦後は徐々に整備され、平成10年に東京都港区教育委員会と中央儀士会など有志による設置の大石吉尾街16人中列の跡石碑などがある。 47人目の寺坂信之は内入り後に、タイから外れた。大谷八指導、八指導総工、旗本五家人200から210ページ。人違い説もあるが、人情の動機は、同様に逆恨みによる遺婚とされる。日後細川や侍町、日後細川藩州井小マ駒沢大学名誉教授、広瀬義弘、全州地方展開誌の研究など、明治に、 民間から海外に流出したとされる、武家官を式大正寺本、大名評判記、池田本、細川家文書、細川綱利り五年譜など、ありがとうございます。